皆さんお久しぶりです。リカです。タイトルにもあるように私の愛車のキーヤ45が廃車になりました。イエーイ。これで私アメリカに来て車を廃車にするの2回目っていうね、もうマジでなんか予想外の出来事があったので、少し皆さんに注意してほしいなっていうか、まあいろいろアメリカにこれから来る人とか、アメリカで車で買う予定の人にちょっとキーヤをやめといた方がいいよっていうのをちょっとシェアしたいなと思って、動画を撮らせていただいてます。前回の動画を見てくれた方は分かると思うんですけど、私たち4月にミゲルも一緒に日本にちょっと帰ってて、この日本にさ一時帰国して、ちょっとなんか私の中で心境が変わったっていうか、やっぱ家族と過ごしたいなっていうか、弟たちもまだ1歳と3歳近くで成長見たいなっていうのがあって、もう来年には日本にちょっと戻ろうかなと思って、ミゲル の仕事が見つかり次第なんだけど戻ろうかなっていう、そういう話をしてて、でアメリカに帰ってきてからもそういう移住準備をちょっと始めてたわけ。そしたらこれをして、私の車がいきなり壊れて、まあ、とりあえず何があったかっていうと、いつもさオイル交換をしてもらうショップが私たちの家のすぐ近くにあるけど、普通に3分くらいで行けるところ、普通にみんな優しくて、いつもそこでミゲルの車も私の車もオイル交換してもらってて、でそこでいつものようにこの車をね、私の車を持って行ってオイル交換をしてもらいました。でそしてオイル交換をした2日後にエンジンランプ、あオイルマークだ、なんかあるじゃんね車に、あれがなんか ついたわけ、点灯して、あ、なんだろうと思って、もうそこミゲルとオイルチェンジしてもらったショップにもう一回持っていったわけ。オイルチェンジしてすぐにこのランプがつき始めたんですけどみたいな感じ言って、そこの人たちがチェックしてくれたわけ、わざわざ。そしたらオイル入れすぎてセンサーがなんかちょっとおかしくなってるからみたいな感じで、ちょっとなんか直してくれたわけね、すぐ。で、そしてありがとうって言ってそのまま帰って、そしたらその3日後ぐらいにもうエンジンオイルがもう全部垂れてて、私たちの家の車止めてるさドライブウェイに全部垂れてて、もうミゲルがあこれはもうやばいみたいな感じで、もう一回そこのショップに持って行ったわけ。そしたらなんかエンジンのなんかどっかが割れてるからこのオイルが垂れてきてるみたいな感じで言われて、でもさその時にはもう車も運転できなくなってたわけ。もうそれでも普通にもうリカとミゲルも超びっくりして、でもそこのショップの人たちはもう全然なんか優しく対応してくれたから、そのショップの人たちに怒ってるとかでは全然ないんだけど、でもオイル交換した直後にさこういうことが起きたから、リカもそこの人たちがなんかちょっと壊しちゃったのかなみたいな感じで思ってたわけ。でもまさか廃車になるなんてリカとミゲルもみじんも思ってないさ。でそこからトートラック、レッカー車呼んでキーヤに持って行ったわけ。キーヤのディーラーシップ、本当のディーラーシップに持って行ったわけさ。でこのキーヤの人たちがじゃあちょっとチェックするから1日ちょうだいって言って全部チェックしたら、もうこのエンジンの何かが割れてて、もうこれはもうエンジン丸ごと取り替えないといけないって言われたわけ。でしかも私の車もさ3年半前ぐらいに中古で買ったんだけど、まだこの私のキーヤ2017年車のまだ5万マイルしか走ってない車だったわけ、まあ、で普通にアメリカにしてみればこの車ってまだまだ新しい方の車だわけさ。5万マイルって何キロぐらいなんだろう、多分8万キロぐらいしか走ってない車で、そうだから保証もつくみたいな感じで最初は言ってたわけ。保証もついて全部なんか無料で取り替えますみたいな感じで言って、最初はあよかったみたいな感じだったわけだけど、後々なんか話が一転二転して、やっぱりこのエンジンの割れはなんか自然になんか割れたから、なんかキーヤは一切故障しないみたいな感じでいきなり言われて、でミゲルもなんかはみたいな、じゃあどうすんのみたいな感じさ。したらエンジンとか全部取り替えて、この何人件費とかも入れ全部ひっくるめて100万円ぐらいしますみたいな言われたわけ。しかも全部自腹ね。でミゲルも100万円とか払えないけどみたいななるさ。で保険会社に聞いても、あこれは事故じゃないからなんか保険も一切おりませんみたいに言われて、普通にさ修理で100万円とか絶対払いたくないさ。だってあの車3年半前に150万円で買った車なわけだから、普
普通に100万円も払えないさね、こんな修理ごときで。しかもさ、企業の人たちがさ言ったのさ、エンジン交換するのもう今アメリカに住んでる人は分かると思うけど、アメリカって今このコロナのなんか影響で車のエンジンパーツとかが全然ないわけだから、中古車の値段とかもめっちゃ上がっててみたいな。だからこのエンジン取り替えたとしても中古のエンジンしかなんかないよ今みたいな言われて、普通にもう話がやばいさ。リーカも車ないと仕事行けないからさ、もうじゃあどうするのってなったら、もう車買うしかないよねってなったわけで、もうあもう超最悪と思って、沖縄に帰るのに、こんな沖縄に帰る何ヶ月前にこんなして車買わないといけないのみたいな。でいろいろ調べていったら、あのもう中古車買うぐらいだったら新車買った方がいいよねっていうぐらいまで、なんか今中古車がめっちゃ高いわけ、アメリカ。日本もそうなのかな、わかんないけど。それでもういろんな人になんか相談したわけ。なんかこうやってキーヤが壊れて、なんかもう保証とかしないって言ってるんだよねみたいな感じで、もういろんな職場の人とかもみんな、ミゲルも職場の人とか聞いたら、みんな口揃えて、あキーヤはもう評判悪いよって みんな言うよったわけ。リーガの職場の人もあのキーヤ乗ってる方がいて、あのあそうだよキーヤ私も何回もなんかあの修理出してるよみたいな感じ言ってて、あーもうやっぱりあの時日本車買っとけばよかったと思って、もうめっちゃミゲルと後悔したわけ。エリアたちもこんな150万払うぐらいだったらもうあと100万ぐらい出してちゃんとした日本車買えばよかったねっていう話をしてて、もうめっちゃ最悪と思って、でももうこんなこと言ってられないさ、もう仕事も行かないといけないしミゲルっていいかも。だからもう速攻歯医者になるって決まってから、あの次の日からあの車を探しに、あのトヨタとか日産とかやっぱ日本車買おうってなっていろいろ探したわけで、1軒目のさトヨタ行ったらさ、もうめっちゃ高い SUV か、なんか全然なんか可愛くない車しか売ってなくて、でも普通にもうこんな SUV とかも絶対買えない、もう普通に5、600万とかする車だわけさ、全部売ってるのが。でこリーカのキーヤが壊れたけど、あのこの新車買うのはミゲルがやっぱお金もさリーカよりも稼いでるから、ミゲルが今乗ってる車をリーカがもらって、ミゲルが新車を買うっていう話になったわけで、ミゲルがもうどうせもう何百万も払ってあの新車買うぐらいだったら、もう俺の好きなような車買うみたいな感じで言い出して、あでリカも普通どうぞどうぞっていうさ感じさしたらさ、ミゲルさ車好きなんだよね。だからコロナにあのマニュアルの車買うとか言い出して、でもそこマニュアルの車とかあんまり売ってないわけよねトヨタも。だからもうめっちゃいろんなとこ探して、やっとネットで一件あの調べたところにミゲルが欲しいマニュアル あのトヨタカローラの車で、しかもなんかグレーでめっちゃなんかいい感じの車があって、そこに行ってその場で新車買ってあの持って帰ってきたっていう感じです。もう超予想外すぎて、しかもさこの車が壊れて廃車になる、なったのがもうほんと1週間くらいのさ、起きたわけ。このいきなり車壊れて、あもう廃車です、もう次新車買いますみたいな、もうそれがもうさ1週間くらいでもう全てなんか出来事が起こったから、めっちゃびっくり、あれ沖縄に帰るんだけどなみたいな。まあこんな感じで、だからもちろんなんかキーヤを悪く言うわけではないんだけど、でもやっぱりさキーヤとかヒュンダイとかは故障が多いらしい。だからさこれからアメリカに来る予定の方とか、これから車をね買おうかなと思ってる人、マジキーヤだけは避けてほしい。私たちが行ったキーヤのさディーラーの人とかも対応とかめっちゃ悪かったわけ。もうマジこいつ舐めてるなと思って、本当にもうお金もなんか保証とか一切しないけどみたいな感じだけさ、最初保証するとか言ってたくせに、もうマジアメリカと思って、まあ、とりあえずまあこんな感じで、も本当に私たちが沖縄に帰ろうとした瞬間にこんな出来事が起きて、もうマジ最悪でしたっていうお話。あでもさキーヤさ廃車になったさ、この廃車になってそのまま0円だったっていうわけじゃなくて、ジャンクヤードってなんていうの、解体屋さんみたいな、日本にもあるかね、車を買ってくれるところ、そこでジャンクヤードにミゲルが電話して、そしたらなんかこのキーヤまだ2017年で新しいからって言って、800ドルでこのキーヤを買い取ってくれました。だからまあ一応0円になると思ってたからさ、私たちも廃車って言われたから、まあ、だったから800ドル返ってきたからまあいいかなっていう感じだったんだけど、でもさ最悪なのがさ、あれオイルチェンジしたさ、まずこれで50ドルだったわけで、このキーヤでもう全部なんかチェックしてもらったのに170ドルかかったわけで、しかもさ
この金屋に持っていく前の日にリガをガソリン満タンにしたわけ。わかる？今さガソリンめっちゃ高いさ、アメリカもう多分50ドルぐらいさ満タンにしたのにさ、もう廃車っていう。だからこの、 あのオイルチェンジ50ドル、ガス50ドル、170ドルのこの金屋で払った270ドルがもうパーだよ。もうめっちゃ最悪みたいな、もう超運悪いんじゃんリガ。でもまあミゲルがね、まあ、新車買って、もうミゲルはもう全然なんか落ち込んでないわけ。もう全然ハッピーでわけさ、自分が買いたい車買えて、しかもトヨタでみたいな。まあ結果良ければ全て良しじゃないけど、まあ、とりあえずみんなに言いたいことは、まあ、キーヤはちょっと避けようねっていう感じで、そういうお話でした。あ、で前のさ動画のコメントで何件か、沖縄にどうやって帰りましたかとか、なんか質問があったんだけど、私の場合はシカゴから成田空港にお昼の3時半ぐらいに着いて、でそこからなんか検査とかして1時間半ぐらいで全部が終わって外に出れたわけで、そこからバス乗って羽田空港に行って、でそこから8時の便で沖縄にそのまま帰りました。だからそうそうそう、私の場合はめっちゃ運よくこの手続きとかが終わったので国内の乗り換えに間に合いました。でももうあれだよね、6月から検査とかなくなるみたいな感じでニュースで見たけど、まあ、とりあえずこんな感じで今日の動画は終わりです。じゃあまた近々更新します。バイバーイ。